はい、注意、人形飛び出し部分とカード飛び出し部分は覗き込まないでください。危ないです。な、何飛び出し部分？チーンという音とともにたくさんの黒ひげくんカードが飛び出し、続けて黒ひげくん人形が飛び出したら救出成功、かっこ勝ちです。え、コンクリートでなんか詰められてる感じにも見えます。負けたらあの助け出すという。黒ひげくんカードが飛び出したものの、うん、黒ひげくん人形が飛ばないときはフェイントです。フェイント、フェイント、フェイクです。おお、なんでもっぱい全然ガナってます。ガナってる、タイトル、うん、ブルーンでいいんじゃない？赤と緑を一回、それぞれ一回打つ、飛べよってことだよな。そうそうそう、救出。おお、これフェイントね。これフェイント、フェイント。そうだ、待って、何これ、何も書いてないけど。で、このカード俺どうすればいい？いや、そんなの、もう関係ない、これは関係ない。演出、黒ひげくんカード99枚、99枚入ってる。ものすごい入ってる。何のフェイントなの？え、よっしゃ、なんかあーカードだっていう。俺らがこれ間違えるかってこと？そうそう、こう飛ぶから俺らから見たらあ、これが急に出てくるから、あ、飛んだ、あ、いや、なんで、え、今の何の告知音ですか？あ、でも待って、え、黒ひげくん人形が飛び出さず警告音ポンポンポンが鳴る、電磁の残量が少なくなる。ポンポンポン、覚えといてくれ。チーンってなった後に黒ひげ危機100発って、うん、あのスイッチを押した時の音が出てしまう、うん、電磁の残量が少なくなります。2パターン用意してください。2パターンあります。気をつけてください。電磁の残量気にするね、やっぱ。え、これポンポンポンじゃない？違う違う、ピッピッピーやろ。ピッピッピー失えた。犬おった。おお。今のがチーン。今のがチーンやった。忘れてた俺ら。あ、違う違う。こっちが。うん。三のチーン。豊富よ。相当豊富。すごいあるね。結構長丁場だけどねこれ。僕らもう一回いきます。あ、おおおおちょっと何これ、ちょっと何これ、なんかあんま感動がなかったな俺。こんな散らかす。わかった、大人向けだなこれは。し、多分これが飛ぶときはもう全部出るんじゃん。だから99枚残ってて、これが飛んだら最悪や。いや、わかんないよ。拾ってる、さまざま本人なのか。違う、だから電気やから別人。もう一回やってみますか。あ、お、あ、上に引っ張らないでくださいって。あ、こうかな。はい、と、いや、緑1回、おお、受けた。ない。俺全然出えへんようになったぞ。あ、全部、あ、やるって、うん、
あの1枚ずつ拾わんといてもめんどくさい。それでは皆さん、え、彩りの輪ちゃんと片付けてください。負け、はい、負けたんですから。はい、超楽しいだろ。また会う時があればその時まで See you, bye bye。お前なんでこれ100発かって分かった？何？偽物がフェイントが飛んでから100発目に飛ぶから黒ひげ危機100発やねん。この人もだから黒ひげとしてカウントしてんねん。ちなみにですよ、もう廃盤になってます。あ、そう。はい。まあ理由はお察しの通りだと思います。2009、最近やん。案外新しいもんやね。音もレパートリーがあって、すごいね。はい、うん、楽し、音が楽しかったです。はい、ぜひとも皆さんも作ってあげてください。作ってあげてください。救出してあげてください。